いよいよ7日目実践問題です。现在我们进入第七天实战环节。まず問題1です。次の文の括弧に入れるのに最も良いものを一つ選びなさい。选择一个正确的答案。1、その人が授業に来たのは一度何々です。答えは2です。正确答案是2きり、一度きりです。只有一次。那个人来上课只有一次。に、何々のあまり叫んでしまった。备选答案有四个，都与形容词嬉しい有关。我们从接续方法上可以判断，正确答案是四。嬉しさ、嬉しさ是形容词嬉しい的名词形式。太高兴了，叫了起来。第三个，何々のことに飼っていたウサギは死んでしまった。正解は3です。残念なことに。很遺憾。飼養の兔子死掉了。4、何度も引っ越しをしているので家具が傷だらけになっている。正解は4です。正確答案是第4個。因为搬了好几次家、家具上面满是伤痕。5、医者に言われた通りにしているのに、病気はなかなか治らない。正解は3です。正確答案是3。按照医生嘱咐的去做了，但是呢，病却总是不好。通りに接续在动词的连体型的后面，表示按照什么什么。医者に言われた通り，按照医生说的那样。但是呢，这个句子之前出现了一个医者に，是一个被动态的结构，因此正确答案只能是3。六，彼は1時間も私たちを待たせたあげく、今日の打ち合わせは中止したいと言った。1時間も私たちを待たせたあげく。这里是あげく的用法，正确答案是4。他让我们等了一个小时，但是呢又说想取消今天的见面。备选项一 ,kiri, 可以接续在动词的过去式的后面，但是它表示的是这个动作做完了以后就一直如何如何，因此从上下文我们可以排除这一个选项。一方で可以表示一个方面，在这里也不是非常合适。反面也同样表示的是两个方面同时。所以说呢，正确答案只能是4。七、閉店は考えた末の結論です。正解は2です。正确答案是2。末の关店是经过考虑后的结论。备选项一、通りの、通り。作为一个接尾词，只能接续在名词的后面，所以我们予以排除。汉西前面应该接续一个助词に，也予以排除。最后あまりの是过于什么什么的，我们从接续方法上可以确定第二个是正确的选项。せの可以接续在动词的简体的过去式之后，也可以接续在名词加の这样的结构的后面，表示在什么什么基础之上，在什么什么之后。恐怖のあまり、彼女は動くこともできなかった。正解は3です。正确答案是3。因为太恐怖了，因为太害怕了，他都已经动不了了。恐怖是一个名词，因此呢，我们可以排除掉第一项。なことに、恐怖に反して。与恐惧、恐怖相反的是他不能动了，这个句子显然是不成立的。第四项何々の末表示先如何后如何，作为一种结果，在这里就变成了先恐惧而后不能动，过于强调这个两个动作之间的先后关系也是不怎么合适的。9番，下面我们看第9个。申し訳ない、お借りしていた本を汚してしまいました。申し訳ないことに。正解は1です。正確答案是1。申し訳ないことに。让我觉得很不好意思的是、我从您那儿借的书给我弄脏了。ところ作为形式名词可以表示一种时间。どころか表示强烈的否定。末に表示一种结果、结局。经过综合考虑，相信大家可以得出正确的答案。10、体がフラフラしたので
熱を測ってみた。39度もあった。觉得头重脚轻的，于是呢，测了一下体温，有39度。这个句子的大致意思，我们首先可以做出一个判断了。那么，怎样连接这两个句子呢？它ところ是一个接续助词性的用法，可以接续在动词的简体的过去式的后面。何々してみたらという意味です。测了一下体温，结果发现有39度，是一种供给的关系。途端同样可以接续在动词的简体过去式之后，表示正在那个时候。我们从这个句子的上下文可以排除掉途端这个词。为什么这么说呢？因为途端这个词往往不作为一种持续的状态来使用。就在那个时候发生了一件什么事儿，这种句子呢使用途端比较好。熱が39度もある。这是一个状态而不是一个动作，因此用途端并不合适。挙句也可以表示结果、结局，同时它还是一种比较消极的、不好的结局，往往是做了某某事以后结果怎样怎样。发烧到39度并不是因为测体温而带来的，因此可以排除它。而第四项ところ我们应该首先就予以排除，它是一个表示强烈否定的词，不符合这个句子的意思。11本を誰かに貸したきり返してもらっていない。正解は1です。正确答案应该是1、きり。きり接续在动词的简体的过去式之后，表示这个动作做完了以后就再也没有怎样怎样。我们发现这个句子确实是以否定的形式来结尾的。自从把书借出去给谁以后就一直没有还回来。それから12番です。下面是第12题。住民の意思に反してマンションが建設された。正解はまた1です。正确答案依然是1。反して。住民の意思に反して。与当地居民的想法相反。还是建造了大楼。第二个答案反面在这里是一个名词，不能直接在意思的后面。一方表示与什么什么的同时，在这里它的意思并不合适。どころか表示强烈的否认。住民の意思どころか，但是这个句子的后半句并没有形成一个类比，因此呢也是不合适的。下面我们来看第13题。13ここ数年の都市開発でこの辺の森や林はなくなる一方だ。正解は4です。正确答案应该是4。一方だ。なくなる一方だ。つまり、なくなるばかりだ。一味的减少、一味的消失。因为近年的城市开发、附近的森林越来越少了。わけがない表示不可能。わけにはいかない表示不能。而あげく一般放在句中，因此我们可以判断出正确答案应该是第四项。14第14题。こんな豪華な品物をいただくわけにはいきません。正解は2です。正确答案应该是2。わけにはいかない、あるいはわけにはいきませんというのは、心の中ではそうしたいんですが、そういう気持ちはあるんですが、ただ社会的あるいは心理的な理由で、そうはできないということを表します。わけにはいかない。表示、虽然想做、但是因为种种制约而不能做。我不能够收这么高价的东西。这里的不能与个人的能力无关，只是因为自己的心理或者社会约束等等各种客观的原因导致不能够。15都合でしばらく休ませていただきますが、仕事を辞めるわけではありません。正解は4です。正确答案应该是第四项。わけではありません。わけではない。翻译成中文应该是并不是，它是わけだ的否定形式。我只是看情况稍微休息了一下，并不是要放弃工作。第一个选项一方です。接续在辞めるで后面应该是一个劲儿的放弃。我们可以把它排除掉。わけです。从上下文的逻辑上也应该予以排除。仕事を辞めるどころではありません。
哪顾得上放弃工作，在这里也是不合适的。早速問題2です。16。うちの子は学校から帰ってきたかと思ったら、もう遊びに行ってしまった。かと思ったら、刚刚怎样就怎样。我家孩子刚从学校回来，就出去玩了。17。そちらは朝の9時ですか？こちらは夕方の4時ですから、時差は7時間になるわけですね。你那边是早上的9点啊，我这边是下午的4点，也就是说有7个小时的时差了。18。夏なのに暑いどころか寒くてセーターを着ています。是夏天却一点都不热，冷得需要穿毛衣了。19番。今朝は地震で食器が割れたりして食事どころではなかった。今天早晨因为地震餐具都碎了，所以呢连饭都没吃成。20番。教えてもらった通りにいたのに探している家は見つからなかった。教えてもらった。别人教我。教えてもらった通りに、按照别人教的那样，别人告诉我们的那样，いたのに，按照别人教的那样去了，但是呢，没有找到。はい、どうですか？問題2の答えは。大家做出第二道问题的正确答案了吗？続きまして、最後にですね、問題3。文章を読んで一番適当なものを選びなさいという練習です。では皆さん一緒にこの文章を読みましょう。最近よく頭痛がする。大したことはないのだが、妻が心配してうるさいので、勧められるままに近所の病院に行ってみた。最近经常头疼。虽然我觉得没什么大不了的，但是呢，妻子非常担心，经常在我耳边说。于是就听从了他的建议，去附近的医院看了一下。21。特に異常はないとのことだった。特に異常はない。没有什么特别的异常状况。どのこと在这里表示一种传闻。去看了一下，结果据说没有什么不正常的。我们来看看第21题的四个备选项。検査する一方で、検査したところ。検査した挙句、検査どころか。検査する一方で表示在检查的同时。検査したところ、检查了一下发现。検査した挙句、表示做了这个事情导致的结果。検査どころか是一种强烈的否认。哪里谈得上检查。这样我们可以轻松地选出正确的答案。第二个、经检查。没有什么特别的异常。しかし、確かに痛い。虽然没有异常，但是呢，又确实很痛。異常がないと言われた。22ですね。逆に心配になってきた。22のところに当てはまる言葉は、1、途端です。在被告知没有异常的时候，反而变得担心了。痛みが次第に強くなり、回数も増えてきたような気がする。気がする、觉得。头痛的程度越来越严重、而且次数感觉也增加了起来。こんなに痛いのに、どこも悪くない。23。头这么痛、但是却哪里都没有问题。这是不可能的。想必大家可以做出这样的一个逻辑判断，我们从下面四个备选项中发现わけがない正表示了这种意思。我们可以再看一看四个备选项的意思。わけではない并不是这样。わけにはいかない不能够如何如何。わけだ当然应该如何如何。では続けましょう。那我们继续看下面的句子。もしかすると原因不明の重い病気なのではないだろうか。头很痛，而且在加剧，但是呢，通过检查也没有检查出哪里有异常，这会不会是一种原因不明的非常严重的病呢？悩んだ末、大きな病院の神経内科を受診してみた。悩んだ末、表示经过考虑，烦恼了很久，以后决定去大医院的神经内科去检查一下。あまり表示过于如何如何。わけで表示一种当然。
通り表示按照如何如何，照什么什么办。その結果、原因は目の疲れだということだった。在大医院神经内科检查的结果是，病因是由于眼部的疲劳。ということだった。同样表示一个传闻、听说。考えてみると、朝から晩まで仕事でパソコンに。さて皆さん、25のところに当てはまる答えは一体何でしょうか？那么第25题的答案到底是什么呢？我们来看一看四个选项。向かうどころではない，表示一种强烈的否定。哪谈得上对着电脑啊？一方的，表示一味的、一个劲的做什么事情，但是有一个前提，它必须接续在一个表示变化的动词的后面。向かう一方的，这个结构表达的意思不是非常明确。向かうわけではない，并不是。向かいっぱなしだ，一直面对着。一直如何如何，保持状态不变。そのまま。正解はもちろん4です。正确答案应该是4。考えてみると、朝から晩まで仕事でパソコンに向かいっぱなしだ。仔细考虑一下，确实如此。从早到晚，因为工作一直面对着电脑。なんだ、そんなことか。哦，原来是这么回事啊。そう思っただけで、薬も飲まないのに。痛みが引いていくようだった。仅仅由于这么一想，虽然没有吃药，但是呢，病痛好像就已经减轻了。では、問題3はこれまでにします。最后，我们来看一看敬语的使用方法。お願いする、拜托。1、あなたの協力が欲しい。我希望得到您的帮助。现在，我们要把这个结构改成一个敬语的形式。ご協力願いたいのですが，希望得到您的帮助。あるいはご協力願いませんか，我能得到您的帮助吗？に、あなたに見てほしい，希望你看一看。ご覧いただけませんか，可以看一看吗？来てほしい，希望您过来一下。我们用敬语的方式来表达的话，可以用置いていただけませんか？这种句型。3、私が何々したい。我想做某事。现在我们可以把它改成自谦语的形式。させていただけませんか？或者、させていただけます。第一种表达方法、させていただけませんか？是向对方提出询问。而第二种则可以、不向对方询问、直接做这件事情。相手の返事を待たなくてよい。では、一緒に練習しましょう。下面、我们来練習一下。問い、正しいものを一つ選びなさい。選择一个正确的答案。1、熱があるので、帰って、帰らせて、帰らさせていただけませんか？これは、私が帰ることをあなたに許してほしい。我想回去、希望得到您的允许。正解は B です。帰らせていただけませんか？你能允许我回去吗？2、こちらでしばらくお待ちして、ご待ち、お待ち願えませんか？正解は C です。正確答案是 C。能不能请您在这等一等？お待ちして是一个自谦语的结构，不能用在对方的身上，因此是予以排除的。ご待ち更是一个错误的说法。3、この資料をお見になってご覧していただけませんか？正解は B です。ご覧いただけませんか？能不能请您看一下这个资料？お見になって这个说法是不存在的。ご覧して这个说法同样的不成立。那么第三周的内容我们就到这里。ではまたお会いしましょう。再见。